明日は7月7日七夕です。星に願い事をする風習があり、天気が気になるところですが、7月7日は星空があまり見られない年が多いようです。こちらはアプリ利用者からの過去15年分の7月7日の天気報告です。これを見てもオレンジ色の晴れの報告が少ないように見えますね。九州から関東甲信地方では梅雨明けの平年値が7月の中旬となっていて、7月7日は梅雨の真っ只中という年がほとんどで、過去15年分の半数以上の年で梅雨前線が本州付近に停滞し、曇りや雨のところが目立ち、星空を楽しむような天気ではなかったようです。では今年の七夕の天気はどうなるでしょうか。梅雨前線が日本海から北日本まで北上した状態が続き、北日本では雨のところが多く、その他でも日本海側では雲が多い空で星空を見るのは難しそうです。一方、西日本から東日本の太平洋側や沖縄では晴れるところが多くなる見込みで、今年の七夕は星空が見られるチャンスと言えそうです。星空が見られそうな地域のところは短冊に願い事を準備して、ぜひ星空を眺めてみてはいかがでしょうか。最新の気象情報はウェザーニュースのアプリからもご確認いただけます。